Turn back now. No sissy lawless here unless you don't want to see somebody's face go through a car door. Oh, I missed it. Alright everybody, let's get chapter 2 ready to go. December 5th, 2005. 10 years gone? Wow! Kiryu was gone for 10 years! Woo! Well, that's good. I'm glad it wasn't some kind of stupid plot that they tried to get him out of jail like in one day, you know? So the fact that he served his time, brings more to the story, you know? Damn, baby! Look at that douchebag. Alright, I finally got the haircut back. Pearl of Kazumu Kiryu. Chūjin Bango 1240. Yes. Tegami da. Eh? この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。Cool letter. おやす。Has it changed a bit? Whoa! Can I get a limo ride after 10 years? Wait, is that him? No, it's not him. What the hell is this ugly? Ooh, another big boss. Are these all the families? で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？ですから緊急の議題があるそうだ。Third chairman of the Tojo clan。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？おお、あ、stolen。 やかましい。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目大海連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな！登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら！島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ？Of course, the big bald guy. この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい、待てや！そんなんで納得いくか？会長、三代目、会長。And this guy, I love his suit.
I don't like to wear white, but when it's a suit, I'll wear it.10年。お前のいない10年で東条会はすっかり変わった、うん、お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。Oh, yeah. Damn, baby! Look at that girl over there. おう、ちょっと待て。ん？おう、やっぱりキリュちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな、こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を。なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか、お前を四六時中見張るってな。ああ、そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったのかと思ったくらいや。まあ、ええわ。ほな、早速、俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが。悪いが、兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと、前にも言ったはずです。理由なら、ある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険っちゅうこと。平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんね。俺がその平和ボケしたアホだと。うん、そうや。ちゃうちゅんやったらガタガタ言うとる。 My gosh, this guy must be weird. 力で証明してみせるや。 Let's get his hands on me. いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。Damn it!
man, I'm getting my ass whooped. Fuck. Yeah, he did feel a little weaker. これで分かったやろ。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もない、テクニックもない。どこにでもおる、勤め明けのしがないチンピラ。Bastard. それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロチはあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何、うん、お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。 Well, at least he's nice about it.兄さん、ええか、お前がこの町を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった。俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよ。ほな、期待しとるで、キリュウちゃん。See? Told you he was gonna make his voice all he. I'm grading a village, blah blah blah. I hate this. Oh, grading stuff.Baby! Oh! What? Oi, Anta! You can't get it, Sra Daga. What is it? I'm not going to get it. Haha. I'm not going to get it. I'm not going to get it. What is it? 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 What スターダストって店を探してんだ。スターダスト？ホストクラブか何かの名前か？さあねえ。まあ情報屋なら知ってんじゃねえか。Can we just kick his ass? そうか。じゃあ用はない。じゃあな。ちょっと待てよ、さん。なんでそんな店探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。ああ、great. Another street thug a little bit. What the fuck?Fuck!
Back down, little beach. Maita! Anta nani mon nan da? Shiranai hou ga mi no tame. Omae no hou koso nani yatten da? Ore wa kono hen no shikiri yatteru oyabun-san kara mihari tanomareten da yo. Kyou wa satsujin jiken mo atta shi, ayashii yatsu ga itara katappashi kara koe kakero tte. Sou. Mai.ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。ええまあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。I think I know the journalist. 分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。Bastard.Journalist guy, right? Hmm? Oh, Kiryu-san, ですか? Dojima 組の? そうだ。覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。Oh, yeah. お勤めご苦労様でした。10年、長かったですね。お前、俺が無所に入ったのを知ってたのか。そりゃ、当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、
俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか？いや、スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか？セレナってまだあるのか？ Serena, yeah, we just passed it. セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか？他に聞きたいことはありますか？中道通りで何かあったのか？ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、搭乗会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？ No, I'm good. そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。店に何か用があるんですかね？オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ？島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ？俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ俺、一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道マンだろうが。てめえ何企んであがる？和樹さんに何しよってんだ？おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。ヤクザって言えば何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がった。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだな。うるさぁ、俺はこの店命がけで守るんだ。 バカってこいや。Oh, I missed it. Oh, shit.
fucking bitch. Man, this guy was getting on my nerves. Yuya! Nani yatten da omae? Suimasen, Kazuki-san. Kono yakuza ga. Dōjima no Kiryu-san desu ka? Ah. Shisurei shimashita. Kazama-san kara ukagatte masu. Dōzo nakai. Girls around here. すいませんでした。俺、てっきり。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前。風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは？先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか？ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何？昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ？わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ？それは。おら、オーナー出さんかい。 I have no health. Looks like we're fighting. すみません、キリュウさん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいっだな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと？おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ。クソ以下だ。なめんなクソガキ。言うや。おう。なんやお前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。 Good, now I can make them all fight while I just sit back and just easily punch them. Die!
思い出した。あんた道島の組長を殺して無所行ったこりゃ島野の親父に最高の土産ができたわ。ジュさん、田中のおじけ、シンジ、シンジビキマカ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ錦山さんなんです。錦だと。関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。 What a dick。 だから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、from 錦山、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに巻き込まれるなんて、さすが兄貴。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか？兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか？最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしちまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロとは。まっそんなところも兄貴らしいですね。全然お変わりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました？実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだがな。 Can't believe this。 それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか？わかりました。じゃあ少し明日のことを打ち合わせましょう。 Alrighty, looks like that was the end of chapter 3, I think. Yep, we completed chapter 2. I'm gonna go ahead and save it right here, and then we'll get back to this game eventually. I know I gotta remember all this stuff, but damn, this one's pretty good. See you guys later. Thanks for hanging out.